終わった。ふたば行くぞ。結局3年間ベンチのままだった。なんかの儀式。みんなよっ、そろそろ時間だよ。今日も楽しんでいこう。アイス、みんな行くぞ。よし、いっちょやってやりますか。あんなに点数低いんだろう。違う、高いんだ。4人で15点も取るなんて。青校か、結構やるね。でも負けてるよね。男子新体操は初めて？はあ。男子新体操の団体競技はね、6人でやるんだ。4人からでも出場できるけど、1人につき 1.5 点減点されちゃうんだよ。それって大きいんですか？だって20点満点だよ。男子新体操の採点は減点方式。満点からミスがあるたびに引かれていく。それで。では仙台徳男か。つまらなそうだね。やっぱり青子が気になるかい？帰るぞ。らの青春の演舞を。心の足並みを君と揃えてけたら。やりたいこと、行きたいところ。目標、新入部員最低2人ゲット。うし、本当にやるのか七ヶ浜。授業が始まってからじゃ、他の部に生きのいい奴ら持ってかれちまう。しょうがないよ。スポーツやっててうちの高校に来る奴らは大抵野球部かサッカー部に行くって決まってるんだから。最近はバスケ部やバレー部も力をつけてきてるっす。だよな。ネガティブ禁止だからインターハイに行って青校に男子新体操部ありってところを見せてやらなきゃなんねえんだろ。そのためにも部員は絶対6人必要なんだ。うっす。そうだけどさ。ノルマ1人100枚絶対。お、来た来た、行くぞ。部活どうすんの？男子新体操いかがすか？連続バク転とか超かっこいいよ。どう、一緒に。女川、男子を勧誘しろ。てめえら、先輩のビラが受け取れねえっていうのか。はい、ほらヘブ。どうしよう、ここ心の準備か。入部したいんですけど。え、今なんて。男子新体操部に入部したいんです。で2箇所ぐらついてバランスを崩していました。潰せっしゃ。いいから渡り、もういいから。インターハイまであと1人。あんなスーパー新入生の後じゃなんか声かけづらいし、どうしよう。 Oh no, I hope I don't fall. あ、
不審者発見。いや、3年キャプテンの七ヶ浜正宗だ。副キャプテンの月立圭介、3年生よろしく。3年女川長吉、よろしくな。2年渡り幸太郎。三里亮也です。双葉翔太郎です。三里は初日だが実戦で行かせてもらうぞ。はい。大丈夫、見学は雰囲気知ってもらうだけだから。はい。の志田修作です。マネージャー2年、栗駒浅尾。2人ともよろしくね。独特ですね、準備運動。アイソレーションって言うんだ。結構体柔らかいね。そうですか。うん、新体操に向いてるよ。まだちょっとわからないです。新体操は前から興味あったのか。早く動いたり、本当びっくりし、はい。おいおい、もっと胸をグッとだ。はあ、胸を僕には。胸を張って。今、美里くん、胸がグッて、ああいうこと。今日は終わりにしとくか。いえ、もう少し。おぉ。新体操部に入ります。潰せっしゃー。